にちは。バイクとカメラのある生活のコウスケです、見てください、クワッドロック届きました。で、先日あのクワッドロック届いたんですけど、肝心な iPhone がですね、これ13 Pro なんですけど、まだ変えてなくて、付けられなかったんですけど、やっと昨日買いに行けたので、早速つけてみようかなと思います。今回購入したのが、ケースですね。ケースと、このタイプですね、普通の元タイプのやつ、それにね、ダンパーです。これがないとね、最近の iPhone、振動でカメラがやられちゃうらしいので、多分必須アイテムだと思います。あとですね、今もうこれちょっと実は取り替えちゃったんですけど、もともとはこっちの青色がついてるんですけど、これを黒いの別途購入しました。これはですね、今回、海外だけなんですね、こういう色が売ってるのって。ブラックフライデーセールでちょっと安かったので、海外から購入したんですけど、その際に一緒に、こちらの黒のやつですね、購入しました。それと一応ポンチョ、雨の時用ですね、のポンチョを購入しました。ただこれね、ポンチョやるとね、ケーブルが刺せなくなるので、これやるならワイヤレスの充電のやつの方がいいかなとは思います。ただ僕今回それを買ってないので、雨の時はコードなしでやろうかなと思います。ではね、早速つけていきましょう。ダンパーをね、先につけていきます。じゃあこうなんですかね。まあ微調整なんですけどね。ここでつけるとどうなんですかね。これつけてみたいと思います。欲しいですね。これじゃ見えないですもんね。なるほど。やっぱこっちがいいですね。こっちにしましょう。こっちにすればね、こっち側にすればいいと、この上下とね、角度が効くんで。これがね、いつも
でしょう。こんな感じです。前から見てもだいぶね、やっぱ前はケースがだいぶ目立ってたんで、いい感じだと思います。はい、でクワッドロックつけた感じね、こうやって携帯もつけた感じだとこんな感じになります。だいぶね、まあ、ダンパー効いてるんで多分大丈夫だと思うんですけどね。いや、だいぶね、やっぱこれで取り外しはやっぱ楽ですよね。今まではねこれカッチャンカッチャンやってたんですけど、それはだいぶ楽になりました。ただねやっぱねこれね滑るんすよね。なんだろう、今までシリコンのカバーつけてたんですけど、ちょっとこれツルツルなんでちょっとね手から落ちそうなので怖いんですけど、でもまあとりあえずねこうやって、まだねちょっと慣れないんですけどね、これつけ方が、まあ、こんな感じでね回転もできますし、いいんじゃないでしょうか。はい、以上で、まあクワッドロックつけたよっていう、まあここねほら黒いんでね目立たないんですよね。日本で売ってる純正って青なんでだいぶ目立つ、まあタンクが青なんで、まあ合わせつったらありなんですけど、ちょっとここは黒くしておこうかなと思って、正解でした。買って、ちなみに、これですね、値段、ベースでしょ、でここでしょ、でダンパーでポンチョつけて90ドルちょいでした。だいぶ安いです。やっぱ海外で買った方が安いです。そういう安売りの時とかにね 30% オフだったんで、送料も、ね、無料だったんですよ。まさかね送料無料になるとは思ってなくて、だいぶ安く買いました。でですね、ポンチョをつけた感じはこんな感じです。ね、ここは下がってます。まあまあこんな感じですね、こんな感じになってます。まあちょっとした雨の時くらいですかね、これだとこんな感じで外せます。はい、これがポンチョでした。はい、ということでね、クワッドロックでつけてみました。今までがね、ケースに入れて取り付けてたんで、すごい安心感が高かったんですけど、まだね、ちょっと慣れないというか、このなんかフリーな感じにちょっとね、慣れず、ちょっとドキドキなんですけど、どうなんですかね。まあ、こう下道でねこうゆっくり走ってる分には何ら問題なく感じなんですけど、ちょっとドキドキです。多分大丈夫だとは思うんですけどね、これ落ちたら最悪ですよね本当で。まあこんな感じですね、クワッドロック、まあ、とりあえず外した時、写真撮る時とかねすごい目立たなくなってくれるんで、前まではこれでドーンってあったのがねやっぱ目立っちゃってたんで、それがなくなったのはいいかなと思います。やっぱね見た目は大事です。本当はねつけない方がかっこいいはかっこいいですけどね、それは仕方がないとして、ナビ使いたいんでね、どうしても。はい、まあそういうことで、本日の動画は以上になります。もしこの動画がいいなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムやってます。概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。